どうも皆さんこんばんは、ポーキーです。今日はね、スパイダーマンをプレイしていこうと思います。ついに来た。いや、プレイステーション4の最新作スパイダーマンこれもう絶対に面白いでしょっていうタイトル画面してんな。おい、すごいな。おい、このタイトル画面生きてるよ、スパイダーマンが。やっていきましょう、ニューゲーム。あ、難易度選択か。アメージングでいきましょう。バランスの良い難易度で楽しみたいプレイヤー向け、まさに僕だ。オーディオモードだけちょっとヘッドホンにして、皆さんヘッドホンをつけて お楽しみください。コンティニューやっていきましょう。僕の糸だけめっちゃなんか強度弱いとかやめてね。普通に切れる糸とかやめてね。うわ、すごっ。もう映画じゃん。完全に映画じゃん。え、もうどっからどう見ても映画じゃん。おー、びっくりした。リモコンが震える。全ユニットへレベル4の出動を要請。場所はフィスクタワー。フィスク、すごいいね。かっこいい日常みたい。臭いんかい。その糸でパン取っちゃうの。きたー、最新仕様ですね。家賃払わなきゃ。スワットがフィスクタワーで容疑者を捜索中。令状が出るまで全ユニット待機せよ。なるほど、家賃より街の平和を取ると。さすが深夜ダメにして、かっけーテンション上がる。これやばいやばい。待って、急に切り替わりそう。あー、来た。おお、うわ、めっちゃすげえ。これやばくない？なるほど、こうやっていくと。まあもう操作方法はね、映画で予習済みです。で、バツボタンで前へ飛べると。すげえ、もうずっといけるってことでしょこれ。どう向かえばいいんだ。もう捕まえちゃった。ユリ、いいえ、今フィスクタワーで令状を待ってとこ。僕もそっち行っていいかな。あいつの弁護団は凄腕なのよ。今回はマニュアル通りに行くわ。冗談でしょ、8年も追い続けてきたのに。倒れたんだけど。タイムズスクエアに行って、奴の手下に邪魔されて応援部隊が現場に来られないの。了解、すぐ行くよ。呆然としてるんだけど、みんな。ごめん、緊急。どうもどうも、緊急事態なんです。どうも。これ即ツイッター行きだな、現実にいたら。あ、なんかでも目的地が出たっぽいですね。行きましょう、じゃあそこに。よし、ほっ、ビルの合間を行くか。 1300m か。スパイディなら余裕だな。これ登るときはこうやって登るのが一番いいのかな。気持ちいい。てか空綺麗すぎ、やば。うわ、最高。やべえ、なんかね、情報によるとアベンジャーズのビルもあるらしいんだよね。だからもう完全にマーベルの世界っぽいんだけど、ちょっとそこも行きたいけど、まずはちょっと事件が起きてるらしいから。もしもし、今どこだ。女性委員会が来る前に一度はテストをしておかないと。危ね。あ、はい、すみません。そのちょっと今野暮用で。野暮用で。本当です。やば、さっさと済ませてあっちの仕事に行かないと。よし、めっちゃ気持ちいい。何この動き。俺もスパイダーマンになりてえ。マジでなりてえ。みんな、俺ガチだからね。俺本当に将来の夢決まった。今やっと決まった。ずっと探してたけどやっと決まった。俺スパイダーマンになる。最後走るって。さっ
最後走って登場。24時間テレビの最後みたいな走りで登場。やめ、ちょっと待って、着いた。何これ、やばすぎだろ。こんなことあるか。これ街のど真ん中だよな。お前タイムズスクエアだ、その髪型。ハンマーの出番だ。たわしついてるけど頭に。あぶねー、なんてやつらだマジで。何が目的これ。お、もう武器はないぞ。おはよう。素手なら負ける気がしないね。ウェーブストライクを繰り出そう。お、おっ、強っ。近くで攻撃だと。で、敵の攻撃を察知すると頭の周りでスパイダーセンスが反応する。エフェクトが現れた回避の準備。回避丸。おお。あ、でも別に相手、いや今の避けるの難しくね。結構だからさ、その一気に戦う感じでしょ、多分いろんな敵と。ほら今のスパイダーセンスとか使あぶね。ちょっと待ってよ。なるほどね、マンホールの蓋で。どこへ投げた、今どこへ投げたんだ、マンホールの蓋を。カメラワークが下手くそだったね。反省反省、日々反省とあの復讐を繰り返していく男のポッキースイッチです。やべやべやべ、危なかったぞ今。乗ってるやつ危なかったぞ今。何も考えてねえな。銃持ってる、やべえ。スパイダーセンスがビンビンに反応してやがるわ。ビンビンだビンビン。あぶねえ。今のダメージ食らうの、左上がダメージメーターかな。あぶねえな、かっけえ、マジかっけえじゃん、やば。待って、マンホールの蓋じゃなくて、これなんだこれ。マンホールの蓋で攻撃。オッケー。ホールドで、あ、待って、ホールドで上に上げて、ちょっと待ってよ。で、わからんわからん、ホールドで上に上げて、あ、これか。なるほどね、OK。 あぶねえ、スパイダーセンスが反応してる。よし、とりあえずまあ三角と四角でキック、完璧です。まだいたの、元気してた。あ、まだいた。よし気持ちいいか、これでとどめだ。よーし、あ、ゴミが散乱した。あ、ちなみに君たちのゴミね。それじゃあ、やば、ユリ、何があったんだ。行こう、ユリが危ない。ヘリコプターに捕まったりできそうだけどね。どうやったらいいのか分かんない。お、なんだこれ。あ、あ、待てよ待てよ待てよ、あの警察車両乗りたいな。ちょっと待てよ、さっきなんか照準できたけど、あの照準はどうやんだ。あ、照準の仕方が分からん。まあいいか。あ、これか、照準の仕方。これで、あれムービー入っちゃった。パトカーの上乗ろうと思った。やばすぎるだろこれ。応援はどこ。あ、ユリ、ユリ、お待たせ。ビルから脱出されたお待たせ。それじゃあ僕も好きにして。やった、この余裕さがいいよね。ああ、そんな動きしないで、俺に切り替わるんだから。この後俺そんな動きできないよ。ねえ、どこ行くつもり。うわ、行くよ、僕が片付ける、ついてきて。うん、僕が片付けるって言って俺が操作するんだよ。またこれやばいやばい、スパイダーセンスが反応してまくってる。めっちゃ敵いいんじゃん。ちょっと待てよ、とりあえずボスがよろしく言ってた。フォーカスは敵を倒すことで溜まる。フォーカスが溜まっていればいるほど敵に与えるダメージも増える。へえ。コンボ数が増えれば早くフォーカスを溜められる。空中戦ではさらにフォーカスが溜まりやすい。ちょっと待ってよ、こいつに当てて、ちょっと待ってよ。でも敵いすぎじゃない、スパイダーセンス反応しすぎなんだけど。とりあえず基本的にこれ回避 しまくればいいのかな。あぶね。でこれ使って、よし、 OK。 めっちゃ気持ちいいこれ戦闘。あとどこにいる、あ、撃たれてんだ。どこにいた、あ、これ、え、どこにいんの、あれ今撃てなかった。こいつたちは誰、これ仲間か。
あ、いた。めっちゃいいんじゃん、敵。仲間ってか、あれか、なんかここの職員とかなのかな、ビビってたのかな。めっちゃいいんじゃん、てか敵。飛んで出す。あ、もうね、スパイダーセンス反応する。どの攻撃が一番強いんだろう。やっぱ四角上げてからのこれが一番強いのかな。あれ、なんか違った。だ、そうっぽいね。四角で上げて、これだ。OK。あ、でも空中で撃たれんな。OK。フォーカスゲージフルってなってるけど、投げる技結構強そうだけど、どうなんだろう。周りの敵一掃できる攻撃とかないのかな。 OK、 どうした。まだいっぱいいんな。あ、やべ、いって結構ダメージ食らった。ちょっとこれダメージ回復とかないのかな。ちょっと待てよ、危な。まだ撃たれてんの。あ、フォーカスを使って回復しよう。溜まっているフォーカスが多ければ回復量も増える。なるほど、下で回復か。 OK、また現れてこれ。もう一回回復させ、あ、回復できないかも、これ以上。おお、なんだなんだな。連打で、やばいやばい、敵多くない、マジで。結構ダメージ食らうんだけど、こんなもん。はははいついた。そこでお前は見とけ、俺たちの戦いを。君も張り付かせてやろうか。やべえ、やめて。めっちゃいいんだけど、マジでやばくね、この量。ちょっと待って、これやばい。スパイリーちょっと緊急脱出、回復して。よし、待てよ。はっ、やばくね、マジで。ダメージ量やば。こんなスパイリーに弾を当てるとはなかなかやろな。認める、君たちのこと。だから許してくれと思ったか。最後だな、俺が許さない。早くしよう。ほら行け、エレベーターを止められた。階段で行くぞ。階段、階段なんていらねえんだよ俺には。階段なんて面倒じゃない。ほらだと思う。あ、そこ開ける。なるほどね、ここ登ってくるやつか。あ、タリクマックスになってる。状況は上に向かってる。こうか。エレベーター動き出さなきゃいいけど、ヘリが攻撃を受けないね。でも全フロアに武装したフィスクの手下がいるようで。おお、すごいすごいすごい。焦ってるんだ。待て待て、早すぎない動き。そんなコミカルな動きされたらちょっとなんか本当に気持ち悪くなっちゃうよ。焦らないで、雲だと思っちゃう。なんか奴らデータサーバーを消去してるみたい。証拠がなきゃ奴を刑務所にぶち込むことはできないわ。オーケー、サーバールームね。こっちか、サーバールームに行けと。メインおばさんだ、出ないと。メインおばさん、もしもし、もしもし。随分騒がしい。ヒーローものの映画見てるんだ。まあ僕がヒーローなんですけどね、なんちゃって。もちろん完全に痛いやつ。消火器アタック、落ちてったな。それじゃあね。落ちろ落ちろ落ちろ。あー、なんでこっち側にいんの。まだ生きてるでしょ。雲の糸からの、あー、溶けたか。まあいいや。3回お腹にドン。君は敵かい。待てよ、なんかちょっとトリッキーな動きしすぎた今。落ちろ、お疲れー。よし、フォーカスゲージフル。フォーカスメーターがフルの状態で敵にフィニッシュムーブを放ち、即座にノックアウト可能。フィニッシュムーブ、めっちゃ出てきた。これか。おお、かっけー。フィニッシュムーブかっけー。でもこれ使っちゃったら回復できないってことか。敵多すぎ。何この敵の重さ。あぶね、あ、痛い痛い。こういう時どうやって戦えばいいんだろうな。どの技が強いんだろう。やっぱ空中に上げるのが強いのかな。でも一人ずつしか倒せないもんね。あ、今のでもフィニッシュムーブできたな。まあこいつでいいや。お疲れー。強いね、でもそれ。でも結構なんか今の見た感じ、フィニッシュムーブたまりそう、たくさん。物いっぱい使おう。そろそろ後悔してる？してるでしょう。こんな縛られて、もうプライドズタズタでしょ。ほい。ちょっと回復に使いたいな。あー、若干しか回復できなかったな。消される前にサーバールームを見つけないと。サーバールーム？あそこか。ほっ、こっちから行けば証拠を消されて終わりだ。なるほど、敵をスキャン。バレないように入らないと。敵をスキャン見つけた。あー、なるほど。うん、僕専用の入り口発見。専用だね、確かに。犯罪者の割に通気口は結構綺麗にしてるね。そういう問題？消去しろって命令だ。敵を倒す。おお！ぼーっとしてる時は可愛いのに。今のだいぶ怖いの、逆バンジー。相当怖いよね。
心臓ヒュンってなりそう。ここって、はい、僕の登場だぜ。どうも。俺余計だけで全て当たらない。踊っているよう、踊っているかのようだ。お疲れ。いっていって、めっちゃダメージ食らったんだけど。本当だよ、聞いてないよ。回復しよう。回復もこなしていく。よしで、空中に上げて、上げ見沢で、しっかり。あ、待て待て、銃がマジで痛い。卑怯だぞ、飛び道具は。めっちゃなんか電気ビリビリになってんな。何やってんの。あ、まだ生きてる。すごっ、電気ビリビリでも。全部消される前にコンソールにアクセスしないと。え、消去完了ってなった。あれ、迷わなかった。やばい。どんだけすごいセキュリティ入れてんの。最新のカーネルパッチ当ててないの。大丈夫。サーバールームで隠れる。お、誰だ。おじぎづくと。自分こそ履歴消去に必死になってなかった。どれだけ年を取っても貴様は無知な小僧のままのようだな。確かに、でもそれが僕の魅力だろ。貴様、さっさと扉を破壊する。めっちゃ怒ってる。でも今さらホールドしてやらんちゃう。で、敵を引っ張る。あー、そういうこともできるんだ。強いじゃん、これ。それに引き換え貴様は何をした。確か朝食前に偉そうでブクブク太った悪党をやっつけるとか。朝食前にこれってヤバくない。 OK。 いたいたいた、飛び道具。あんたとは付き合いが長いから。あの銃がマジ強い。先に銃のやつが倒した方がいいんですって、これ。あー、でもあれで倒せるんだ。じゃあメインイベントの準備頑張って。お疲れ。ゆっくり歩いていこう。おっと、ユリ、今爆発が。見た。ビル中に爆弾を仕掛けたのかも。処理班を送る。邪魔されないよう手を貸すよ。オッケー。なんで何も武器持ってこないで来てんの、この人たち。どんだけ自分の腕に自信があるんですか、あなたは。最後のやつにはこれだ。今ので最後だな。よし。で、え、どうしたらいいの。まだいいのか。あ、いいぞ、進め。気をつけろよ。フィスクは爆弾使って逃げるつもりだ。撃たれるぞ、お前。閉じ込められたんだ。君は彼らを、爆弾は任せろ。お、人助け来た。そう、俺は敵と戦うのより人助けをしたかったんだよ、スパイダーマンになってね。爆発で閉じ込め。そういうことだろ。みんな逃げて。逃げろ。避難して。避難しろ。おい、なんだ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 。あー、ほら。あっちで人の声がしたもん。頑張れ頑張れ頑張れ。人の声どこだ。スパイダーマン、スパイダーマン、はい、オッケー。あ、嘘。持ち上げるよ。どかしたら急いで逃げて。歩けるなら二人とも。を助けるんだ。連打か。任しとけ、俺の連打力で世界を救ってみせる。あれ、大丈夫スパイディ。俺の連打力で。この連打力を発電に変えたら3キロワットが発電できるとか研究の結果発表されています。オッケー、ウィリー、今行くよ。よし、ビスクのオフィスに向かう。こちらユリで、どんな感じ。どうした。いいとは言えないわ。ヘリが攻撃を受けて最後の一機を撤退させたとこ。フィスクにヘリを呼ばれても着陸を阻止できそうにない。しかも飛び去られたら追うこともできない。初めから奴の計画に乗せられてたんじゃ。多分そうだろうね。どうも。そう、ユリ、救急隊を頼む、急いで。やばいな。わかってる。大丈夫だからね、君たち。僕がなんとか倒しとくから任しとけ。どうも。おい、嘘だろ。それは撃たないで。ロケットで避けていいの。避けちゃダメでしょ、絶対。何としてでも止めなきゃ。なんで電車を止めたのにロケットランチ止めないの。またロケット。マジで。ケイ、まあでも避けれるね、いや簡単に。俺もこれも使いたいな、ロケット。俺は使えないの。よし、落ちろ落ちろ、上に上げてあげよう。落ちろ。ああ、
まだいる？下に。やべ！それはやばい。まだいたんか。あ。はっ。オッケー。落ちた。よし。回復ちょっとするか。オッケー。どうもー。どうやってここ通り抜けたんだ？え？ RL を前に倒して、パルクール。あ、なに？こっち？こっち？え、なんだ、飛び降りるのかと思った、こっから。違うんかい。前に倒してパルクールって何？ちょっと待って待って。やべ。みんな、急に動きが下手くそになったな、俺。え？え？は？こっちか。こっちか。来た。慌てないで、みんな相手してやるからさ。一人ずつかかってきてね。こういうのとか割れたりするのかな。あ、割れるわ。すげえ細かいてててててて。一人ずつかかってきてねって言ったじゃん。あれ、だいたい10のやつから先に倒さなきゃいけないもんね。待てよ。君からだよ。あぶね。せい。で、いてててじゃば死ぬ。死にたくない、死にたくない、死にたくない。緊急脱出、緊急脱出、緊急脱出。あぶねえ、痛回復。よし、まだ死にたくないぞ俺は。これを使って、やばいやばいやばい、マジか、めっちゃ撃たれる。奥からか、お前か、やばい。うわー、マジか、階段を転げ落ちるかのようなスパイダーマン。うわー、やられた。めっちゃ悔しい。という夢を見たのさ、スパイダーマンが死ぬ？そんなわけないだろ。君たちは本当に何を見てるんだ。まばたきをしてる間に夢を見ていたのかい、君たちは。ほんとに危ねえ。よっしゃ、待てよ。オッケー、よし、片付いた。あ、もう片付いた。この先にいるはず。余裕だったんだけど。めっちゃなんか良さげなとこだね、ここ。日本庭園的な。どうもー。おお、みんな平気？応援を呼ぼうとしていたところだ。僕がその応援。先に行け、後ろからついていく。聞こえますか、ボス。え、あぶね、スパイダーセンサーが反応した。よかった。なんなのこいつら。シールドを持っている正面からの攻撃をガードするが、背後からの攻撃に弱い。なるほど。で、丸ボタン。なるほど。うわ、すげえ細かー。もう想像しちゃっただろ。できちゃってるのって話。おいで。はっ。オッケー。ほっ。キャッシュ。そっちじゃないぞ俺は。あ、マジ？あ、マジ？マジ？やるね、なかなか。これでどうだ。はっ。おお、回復した体力。ねえユリ、君の仲間フィスクとも仲がいいみたいだよ。でも、うん、奴らが最後の砦ってことは、奴のオフィスはこの奥だ。懲らしめて、たっぷりね。オッケー。もちろん喜んで。任しとけ。めっちゃゆったりしてんじゃん。自伝でも書くの？スパイダーとマンの間のハイフン忘れないでよ。よろしくな。ヘリを用意しろ。すぐに行く。まさかここまで来るとはな。だがおふざけもここまでだ。何それ。まだこっちから丸見えなんですけど。8年も貴様に耐えてきた。おい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 、何このクライマックスみたいな。僕のために感激だな。すごい感謝してる。気を見つけるんだ。いや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 、まるで避けようのレベルじゃねえ。ちょっと待って待って、リロードしてる。あ、リロード。あ、なるほどね。で、あ、もう壊れたんじゃないこれ。あれ、結構簡単だった。よし、待てよ、何個あるのこれ。はっ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 は。で、よし、これを投げつけると。簡単だった。そんなバカな。
ねえどうかした？怒ってるの？貴様殺してやる。いやー君やるんだよ。頑張って。え？どういうこと？お返し。あいつ強くね？よし、血ができたな。は。強くねこいつ。なかなか。あ、これハマったんじゃね？ああ、さすがにハマってないか。そんな簡単じゃないよね。よし。は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 。で。その無意味な人生を終わらせてくれるわ。頑張って。いや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 、無意味ではないよ。無意味な人生なんてないよ。いて。お。でも体格差は結構でかいからね。やべ、それもう牛じゃん。闘牛じゃん。例えるなら闘牛。やばい。あ、びっくりした。回復した。回復したかった。ちょっと死ぬ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 。ムービー中に死ぬとかないのこれ。ちょ。危ねえ。回復した。この町に救う忌まわしいガンだ。見た目的にはお前だけどな。それはこっちのセリフだね。お前たち分かっているな。いかにも悪っていう顔してるから、ね。敵も増えたの。ちょっと待てよ。あ、ちょっと手下とさ、その一緒に来ない方がいいよ。なんか待てよ待てよ、あいつに決めたい。はっ、よし。もう絶対首の骨折れたよ。この青役立たずぞ。待てよ、銃持ってるやついないよな、さすがに。さすがにないか。全員なぜか素手。マジでありがとう。あぶね。待てよ。危ない。ギリギリ。ゾレ。ケイ。え、死んだの俺が。嘘。お尻プリってなって死んだね。危ない。しゃーん。ベターって今落ちたな。ちょ、皆さんやっとね、一騎打ちまで持ち込んだんですけど、なんかね、やっと戦い方が分かってきて、基本的にこのマジ避ける動作、これがメインだね、このゲームは。これもう絶対死なない気がする、これを分かったら。で、あの今までなんか戦うことをメインにやってたんですけど、避ける動作メインで、これ何、殴ればいいんだよね、こうやって。これやばくね。あ、なに？あ、そこで。はいはいはい。攻撃力やば。よし。すごこれ。このゲーム面白。ここ、あ、連打？なにこれ？連打か。よし、悔しいか。キスする？おっと残念。かっけー、最後のめっちゃかっこよかったけど、やっぱね、束になられると結構難しいねっていうのは感じた。めちゃくちゃ堂々としてんじゃん。待ちに待ったライカーズ行き。あそこにはあんたの敵がうじゃうじゃいるってね。貴様はこれが何を意味するか、これっぽっちも分かっちゃいない。おっと、行かなきゃ。それじゃ幸運を。せいぜい頑張って。バカめ、俺様が町の秩序を守ってきたんだ。ひと月後、貴様は今日のことを必ず後悔するだろう。もう聞いてないよ。キングピンが刑務所送りか。時代の変わり目、お祝いしないと。休みでも取ろうかな。メインイベントクリア。いやー面白い、このゲーム。よし、じゃあちょっと飛びますか。スキルツリーとかあるんだ。レベルアップか。
何に入れようかな。新しい技ってことだよね、これ多分。これやってみるか。よし。なるほど、なるほど。おぉ、かっけえ。どれにしようかな。え、これも、あー、なるほど。敵、近くにいる敵もノックアダウンできない。これ強いわ。よし。で、あと、これは単純にかっこいい。から欲しい。あ、銃を落とさせることもできるんだ。これ強いな。でもちょっと待って、ディフェンダーとかもちょっと上げたくない？これまだポイントあんのかな？リオカの3か。ちょっと全部一応やっとくか、じゃあ。とりあえず。フォーカスが。高度を下げずにもう一度ウェーブジップする。ああ、強いね、それも。これ何？回転できる？これやりたい。これ絶対、戦いにはいらないやつだけど、単純に俺が欲しかったから取っちゃった。めちゃくちゃ猫背だけど大丈夫？あれ、なんか動けなくなったね。あ、こういうことか。オッケー。じゃ、とりあえずさ、ちょっと待って。え？違う。俺行きたい場所があって、上登りたいんだよね。この僕がさっき戦った場所。装置の動作チェックをしないと。あ、すみません。もうすぐ着きます。めっちゃ綺麗。一人で何とかするよ。博士、危険ですよ。ということで皆さん、パート1ご視聴ありがとうございました。また次回ミッションの続きをプレスコと思います。に出ちゃうんだよな。ということで、怪我する前に行かないと。最高のゲームマジで超面白い。あ、じゃあ最後あのさっきのスキルちょっと試しとくか。効果とかもできるんだ。さっきのスキルこれだね。これ。面白い。これ、おにぎりと名付けよう。おむすびコロリンと名付けるか。はい。誰に手あげてんの、それ。タクシーってこと？僕が来たよ。こんにちは。ということで、もしこの動画楽しんでくれたらぜひ、高評価ボタンしてね。また次回、早めに投稿します。では、ポッキーでした。じゃあ、バイバイ。